ねえマリサ、どうしたんだレイム。今ドラえもんのアニメを見ていて、少し気になったことがあったんだけど、ちょっといいかしら。気になったこと。ドラえもんによく、スモールライトとビッグライトって出てくるじゃない？あの光を当てられたら物体が大きくなったり小さくなったりするやつ。確かによく出てくるな。それがどうかしたのか。このスモールライトとかビッグライトとかのドラえもんの秘密道具っていうのは、実際にいつか実現可能になったりするのかしら。今の科学技術の進歩はすごいっていうから、いつかはもしかしたら可能なのかなって気になっちゃったのよね。なるほどな。まあ確かにいつかは実現可能になる日も来るかもしれないが、現段階では不可能に近いだろうな。そうなんだ、なんだか残念ね。もし実現可能だったら、私もビッグライトを使って巨人になったり、スモールライトを使って小人になったりして遊びたいなって思ってたんだけどね。そんなこと考えてたのか。だが霊夢、仮にビッグライトやスモールライトが実現したとしても、私たちのような動物にむやみにライトを当てることはとても危険な行為だぜ。どういうこと？仮に、ゾウなんかの大型動物をスモールライトで小さくしてしまうと、そのゾウは即座に凍えて死んでしまうことになるし、逆にネズミなどの小動物をビッグライトで大きくしてしまったら、体温が高温に達して破裂してしまうんだ。そんな現象が起こるの？一体どうしてそんなことが起こるのかしら？それは動物のサイズが大きく関係しているぜ。動物のサイズ？ああ、前回の動画では生物の進化について簡単に説明したと思うが、生物というのはその環境に適応できる形へと進化し続けてきた。そうだったわね。しかしこれは生物のサイズも同様だ。それぞれの生物っていうのは、そのサイズで生きるのに適した構造や性質を持っていて、他のサイズでは生きていけないような構造になっているんだ。そう言われてもいまいちわからないわね。もっと詳しくその話を教えてくれないかしら。わかったぜ。ということで今回は、生物のサイズの科学について解説していくぜ。よろしくお願いするわ。それで、さっきの話に戻るんだけど、どうしてスモールライトを動物に使ったら凍えてしまうの？まあまずは動物の内部について話していこう。霊夢は、動物が生きていくために最も大事なものは何かわかるか。最も大事なもの？やっぱり水とか食料じゃない？まあ大体正解だな。動物が生きる上で大事なのは、食物と酸素だ。動物はこの二つを体の中に取り込むことで、細胞の中で化学反応を発生させ、その時に発生するエネルギーを利用して生きている。まあ簡単に言うと、私たちが筋肉を動かしたりできるのも、食物と酸素によって生まれるエネルギーを利用しているからってことだな。なるほど、だから食料がなかったり、呼吸ができなかったりすると動物は死んでしまうのね。その通りだぜ。しかしエネルギーを発生させる時に、もう一つ発生するものがある。それが熱だ。熱？ああ、どんな動物も、細胞内でエネルギーを発生させる時には同時に熱を発生させる。この熱というのが、動物の体温の源になるんだ。どういうことなの？例えばゾウやネズミ、人間のような哺乳類は、細胞内で発生したこの熱を体の表面から逃がし続けることで、常に一定の体温を保っている。つまり、発生する熱の量と体の表面から逃げていく熱の量が、ちょうどいい温度で釣り合うようになっているわけだな。へえ、そんな風になってたんだ。それで、この熱の話が今回の話と何か関係あるのかしら？ああ、ここでこの熱と体のサイズというのが関係してくるんだ。どういうこと？まあ順を追って説明するぜ。まずはわかりやすく、立方体の形をした生物がいると仮定して考えてみよう。そしてその生物とは別に、体長が2倍の生物が横にいるとする。ここで質問だ霊夢、この2つの生物では、表面積や体積はそれぞれ何倍になっていると思う？表面積と体積？わからないけど、2倍以上には大きくなってそうな気がするわね。実はこの2つの生物を見ると、体の表面積は4倍になるし、体の体積は8倍になる。へえ、そんなに大きくなるのね。つまり体長が2倍になると、体の表面積はさらにその2倍になり、体積はさらにその2倍になってしまうわけだ。確かにそういうことになるわね。ではこれと同じように、小さなネズミにビッグライトを当てて、大きな象と同じサイズにする場合を考えよう。仮に象の体長をすべてネズミの50倍であると仮定して、ネズミの体長を50倍まで大きくしてみる。縦、横、高さが50倍になるってことね。その通り、すると、その表面積はその50倍の2500倍、体積はさらに50倍の12万5000倍になる。この時、細胞の数も体積と同じように、12万5000倍になるぜ。つまり、細胞が発する熱の量も、元のサイズの12万5000倍ということになる。そういうことになるわね。この膨大な量の熱を、このネズミは体の表面からなんとか逃がさなければならない。しかし、今言ったようにこのネズミの表面積は2500倍にしかならない。つまり、体内で発生する熱の量に比べて、その熱を逃がすための表面積が明らかに足りないんだ。確かにそうね、発生する熱の量の方が、体の表面から逃がす熱の量よりも大きくなっちゃうわね。その通りだぜ。その結果このネズミはどんどん高温となっていき、最終的には膨れ上がって破裂してしまう、という悲惨な最後を迎えることになる。そうだったんだ。ビッグライトってそんなに危ないものだったのね。ああ、そしてスモールライトを使った場合も全く同じように考えることができる。例えば象をネズミのサイズまで小さくしたとすると、体長は50分の1、表面積は2500分の1、体積、つまり細胞の数は12万5000分の1となる。すると細胞から出る熱の量は12万5000分の1まで少なくなるのに、
体の表面積は2500分の1までしか小さくならない。つまり発生する熱は体の表面からどんどんと逃げていってしまい、体温を維持できずに、すぐに凍え死んでしまうことになるんだ。なるほど、そんなことになってたのね。動物の大きさを変えてしまうとこんなに大変なことになってしまうわけね。なんだかビッグライトやスモールライトで大きくなったり小さくなったりしたいなんて、すごく浅はかな考えだったような気がしてきたわ。まあこんなところまで考えつくことは難しいから仕方ないぜ。まあそうね、けど、一つ気になることがあるんだけど、ネズミを象と同じサイズまで大きくすると、体温が逃がしきれなくなって高温に達してしまうのよね。それじゃあ、そもそも象はなんで大きなサイズでも生きていられるのかしら。なるほど、もっともな疑問だな。それは、一言で言えば代謝の違いだな。代謝、ああ、簡単に言うと、大きな動物っていうのは一つ一つの細胞があまり活発に動いておらず、細胞から発生する熱の量も少ないんだ。そのため細胞の数が多くても、ちょうどいい体温を保つことができる。逆にネズミなどの小さな動物の場合は、凍え死なないためにも、一つ一つの細胞が活発に動いて、たくさんの熱を発生させ続ける必要があるわけだな。なるほど、動物のサイズに合わせて、細胞がどれくらい活発に動いているのかが違うのね。その通りだぜ。その証拠に、大きな動物と小さな動物では必要な餌の量も変わってくるぜ。餌の量？ああ、霊夢は大きい動物と小さい動物、どっちの方が大食いな動物だと思う。それはもちろん大きい方が大食いなんじゃないかしら。まあ食べる量で考えればそうなんだが、実は小さい動物の方が大食いだとも言えるんだ。どういうこと？例えば、アフリカゾウの1日の食事量は 200kg 以上にも及ぶが、体重は 6000kg ほどもあるため、実際には自分の体重の30分の1程度しか1日に食べていないことになる。しかしドブネズミの場合、1日の食事量はたったの 100g 程度だが、その体重も 400g しかない。つまりドブネズミは1日で、自分の体重の4分の1もの食事をとっているわけだ。ほんとだ、そう考えるとゾウよりもネズミの方がたくさん食べてるわね。けど一体どうしてそうなるの？それがさっきも言った代謝の違いだ。小さい動物は体温を維持するために、一つ一つの細胞を活発に動かさなければならない。そのため、小さい動物はたくさんのエネルギーを作るために、たくさんの食べ物が必要になるんだ。その結果、大きい動物は小食で、小さい動物は大食いになるわけだな。なるほど、そういうことだったのね。ちなみに、世界一小さい哺乳類である小人ジャコウネズミは、体長が約4センチメートルととても小さく、1日に自分の体重の2倍もの餌を食べなければ生きていけない。しかもエネルギーの消費が激しすぎるため、4時間何も食べないだけでも死んでしまうんだ。4時間食べないだけで死んじゃうなんて、考えただけでも大変ね。逆に世界一大きな哺乳類であるシロナガスクジラは、1年の間でも自分の体重の4倍しか餌を食べないし、実は1年に120日しか食事を取らなかったりもする。へえ、そうだったんだ。動物のサイズが違うことで、食事量まで違うなんて知らなかったわ。ところで話は戻るんだけど、ビッグライトやスモールライトが使えないのは、凍え死んだり熱くなりすぎたりしちゃうからってことでいいのかしら？ああ、その通りなんだが、体のサイズが変わるともっといろんな問題が発生するぜ。あら、そうなの？例えば、ビッグライトを人間に当て、人間のサイズを10倍の巨人にしたとすると、おそらくこの巨人は立っていることすらできずに、すぐに崩れ落ちてしまうだろう。え、そうなの？でも身長だけじゃなくて縦、横の長さも10倍なのよね。だったら人間と同じように立てるんじゃないかしら。そうでもないぜ。さっきの例と同様に、大きさが10倍になればその体積は1000倍まで大きくなる。しかしその体を支える足の面積は100倍にしかならず、その体重を支えることができなくなるんだ。確かにそう言われるとそうね。そして実は筋力というのも断面積に比例して増えていくため、体重が1000倍になっても、全身の筋肉は100倍にしかならないんだ。へぇ、ただそのまま大きくするだけじゃ筋力も足りなくなっちゃうのね。ああ、そのため逆に考えると、小さな虫はとても細い足で動くことができたりもするわけだな。よく、昆虫の能力を人間に置き換えて考えるとすごい、って話は聞いたことがあると思う。例えば、ノミは 2mm のサイズしかないのに、20cm もジャンプすることができる。つまり自分の体長の100倍くらいの距離をジャンプすることが可能だ。これは人間で例えると、200メートル近くジャンプできるようなものだから、とてもすごい、というような話だ。確かに似たような話は聞いたことがあるわね。しかし、これはただノミが小さいから可能なわけであって、もしノミを人間サイズまで大きくしたとすれば、自分の重さで動くことすらできないだろう。あくまでも昆虫の身体能力がすごいと言われているのは、単純に小さいからなんだ。とまあこんな風に生物はそのサイズによっていろんなことが変わってくるし、そのサイズならではの構造や特性を持っているわけだ。なるほどね、生物っていうのはそのサイズに適しているから、ビッグライトやスモールライトで無理やり大きさを変えたりしても、全然対応できなくなってしまうのね。まあそういうことだな。なんだか生き物についてまた少し詳しくなれたような気がするわ。今回もありがとうマリサ。どういたしましてだぜ。ということで今回はこんなところで終わろうと思うぜ。わかったわ。ご視聴ありがとうございました。